始まるよ。どうもみなさん、こんにちは。タレワク工場のアンドゥです。今回も面白そうなゲームを見つけたので遊んでいきたいと思います。それがこちら、初めまして僕の彼女というゲームですね。こちらまたやってきました。泣ける系のゲームでございます。どういうゲームなのかね、ちょっとあんまりよく分かってないんですよね。とりあえずタイトル名があっただけで、ただレビューみたいなのを見ると、なんかすごく、もうなんかこのゲームをクリアし終わった後に、もうこの子のこの涙する顔を見るだけでちょっと心に来てしまうみたいな、そういう素晴らしいゲームらしいので、早速遊んでいきましょう。初めからショックの強い表現が含まれています。だって皆さん気をつけてください。これこれホラーゲーから、まさか。秋も終わりに差し掛かり、肌寒くなってきた。辺りは暗く、人の気配はない。時折聞こえてくるのは自動車の通り過ぎる音と虫の鳴き声のみ。男は一人自宅までの道のりを歩いていた。この辺りは過疎化が進んでいて、夜の9時を過ぎた頃には街から人が消えてしまったかのように閑散とする。腕時計に目をやると、時刻はすでに23時を過ぎてしまっていた。あ、じゃあ結構あれかな、仕事終わりかな、残業めっちゃして帰ってきましたみたいな。このところ疲れが溜まっているせいか、家に帰るとろくに食事も取らずに眠ってしまう。そんな生活がもう何日も続いていた。なるほど、食事よりも睡眠の方が大切なタイプの人間ですね。そんな思いだけが先行する。男は少しだけ早足で階段を駆け上がった。階段を上りきり2階にたどり着いたところで、男は見慣れない光景を目の当たりにし、思わず足を止めた。なんだ？え？自分の住む部屋の前に若い女性が座り込んでいた。誰だ？女性の顔に見覚えはない。赤文字だな。これ結構大事？見覚えがないっていうことがまず第一ヒントみたいな。これ多分冒頭で泣いてた女の子だよね。遅い。女性は不満げな声を漏らす。その視線の先は間違いなく男を捉えている。男は戸惑いながらも女性へと話しかけた。え？部屋間違えてませんか？何その冗談、全然面白くないんだけど。男の言葉を聞き、女性の表情はさらに曇る。どうやら彼女の待ち人は自分で間違いないらしい。え、怖い。どっちかが記憶喪失か、どっちかが極限なアホか、まあ、ナンパ？この3パターンしかありえないからね、今の状況的に。というかさ、いつまでこうしているつもり？いい加減寒いんだけど。よく見れば、確かに女性はこの季節にしては随分と薄着であった。確かに秋ぐらいの服してんな。多分冬っぽいって勝手に思ってたからな。もういいからさ、早く部屋開けてくれない？え？まあ、一旦入れます？さすがにね、この家の前にね、座ってる状態で家に入れないのもちょっと怖いからね。とりあえず座ってて。女性は部屋に入るなりキッチンへ向かった。何をするつもりだって見ればわかるでしょ。それでまた今日も残業だったの？ふーん、どうせまた他の人の仕事を代わりにやってあげたんでしょ。これは図星。初めて会った見ず知らずの女性が自分の部屋で料理を作っている。どう考えてもおかしいこの状況下で、男の心は不思議と落ち着いていた。彼女がこの部屋で料理をしている。その光景はあまりにも自然で、部屋の空気に完全に溶け込んでいた。かわいい。すごい、目が青いよ。え？何者この女の子。彼女？本当に。でも今のところ女性としか出てこないんですよ、名前の部分はね。だから本当に名前が分かんないんだなっていう、男の気持ちがよくわかる。何作ったって書いてあった。女性は男の反応に満足したようで、彼に優しく微笑みかお、笑ってる、かわいい、あ、配った顔してる。最近ちゃんとご飯食べてないんでしょ。残業で忙しいのはわかるけど、体調崩しちゃ大変なんだから。初対面とは思えないほどスムーズな会話に、居心地の良さすら感じられる。まるでこれまでに幾度も繰り返されたやり取りであるかのように、そんな感覚に陥る。これからは毎日きちんと食べます？本当かな。ともくん、これ名前合ってんの？男の名前は。やはり違和感はなかった。え？違和感はない。じゃあやっぱ男は記憶喪失？何その冗談。全然面白くないんだけど。というかさ、なんで今日はずっと敬語なわけ？女性は静かに食器を置くと男の方を見つめる。はあ。これ以上の問いかけは無意味だと感じたのか、女性は短くため息をつくと口を開いた。
あなたの名前は麻生長友え、苗字みたいな。結構レアな名前してんな。あ、麻生で合ってる。〇〇県出身の28歳。〇月〇日生まれ。すぐ近くの〇〇工場に勤務してて、趣味はお菓子作り。それから、え、もう十分？ともくんさ、疲れすぎなんじゃない？え、本当に全部当たってたの？え、じゃあやっぱ俺が疲れすぎてる？長友疲れすぎ問題来てる？これ、残業のしすぎで？ワンチャンある？だって11時に帰ってきたんでしょ？それはやばいな。正直まだ心配ではあるんだけれど、とりあえずは元気そうでよかったかな。またね、ともくん。え、なんでそこまでしてくれるんだ？なんでって、何野暮なこと聞いてるのよ。多分嬉しそうだね。彼女だ。え、か、11時に彼女が家の前で待っててくれることある？けれど外にはすでに彼女の姿はなかった。なんで？奇妙な出会いの翌日、男は一人喫茶店で食事をしていた。脳裏によぎるのは昨日の女性との会話。彼女のことがどうも気にかかる。男は数少ない友人に昨日の出来事を打ち明けるべきか悩んでいた。いや、これかけていいんじゃないかな、普通に。俺って彼女いたかみたいな。その声は我が親友多分そこまで仲良くないぞ、その言い方するやつは。どうしたん急に。まあこっちはぼちぼちかな。そっちは？ああ、あれか、あの世間話ね。相変わらずしけた生活してんのな。いや、話そう話そう。とりあえず昨日部屋の前に知らない女がいた。なんだよそれ、怖いな。え、部屋に入れちゃったの？お前警戒心ないのかよ。ほうほう、手料理をね。それでのろけはこれくらいでいいか？何がってとぼけるなよ。普通に彼女が仕事帰りに手料理振る舞ってくれたってだけじゃねえか。知らない人だった？そんなわけあるかよ。最近可愛い彼女ができたって、自分好みの味付けで料理も作ってくれて最高に幸せだって。のろけながら電話してきたのはどこのドイツだよ。え、やばい、なんかもう取り当たってきたんだけど。何これ。え、ってことは彼氏の親友も彼女ができたことは知っている。で、俺だけ記憶がない。またいる。今日は何食べたい？本当に彼女？でも違和感はないって言ってるから、記憶はなくても体が覚えてるみたいな、そういうパターンだと思うんだよな、きっと。私のこと知らないって言ったじゃない？でもね、まさか記憶喪失だなんて。男は自身が彼女を本当に覚えていないことを正直に打ち明けた。彼女は男がなくしてしまった記憶を取り戻せるよう、二人の思い出話をするようになった。二人の出会い？ズバリ、ナンパだね。いや、私がそんなことするはずない。ともくんの方からいきなり道端で声をかけられてさ、今お時間ありますかって。びっくりしちゃったんだから。え、怪しいセールスみたい。笑っとる、嬉しそう。告白もともくんからだよ。君は今日から僕の彼女だよって。かなり強引だよね。そうそう、強引といえばさ、え、何？自分の決めたルールに忠実、亭主関白。料理の味付けが好みじゃないだけで怒るんだもん。今はもうともくんの好みは完璧に理解できてるつもりだけど、最初は大変だったな。お、こいつとんでもない彼氏だな。話聞くと納得いかないんだ。え、何今の、ねじ曲がった記憶みたいな、歪んだ空間。ともくん束縛もひどいよね。だって付き合い始めた途端にさ、俺以外の男の連絡先全部消せって、ちょっと厳しすぎない？結局私、自分の家族の連絡先すら消したんだからね。トモ、お前やりすぎだよそれは。家族の連絡先消すのはやばい。うわあ！待って、怖い。何今？蘇ってはいけない記憶みたいに出てきたけど。え？何今の？え？こんな話もう聞きたくない。話をするのやめてほしい。え、何これ？これなんか、あれか？この彼女が実はやばいんじゃない？束縛も料理も、彼女が俺に言ってきたことで、それから、その辛い現実から逃げるために、あれか？記憶を消したみたいな。ほら、なんか、最近の漫画とかだとさ、あるじゃん。今の現実から逃げるために別の人格を生み出すみたいな。
トモ君を私がどれだけお願いしても絶対にやめてくれなかったじゃない。待ってこれ一回セーブするか。多分あるよねセーブっていう概念が。あるある、ちょっと一回セーブするわ。やっべえこれ怖え怖え、クリックすんの。いきます。え、何この記憶。ここどこですか。私どうして。今日からお前は僕の彼女だ。何言ってるんですか。だって私あなたのこと知らな、いた。ちょっと何するんですか。やめ、いた。やめて、分かったから。あなたの言う通りにするから。だから殴らないで。え、今のは多分この彼女の声だよね。え、怖い怖い怖い。え、俺なんか選択ミスった。え、ねえ、そろそろ私のこと思い出した。なんか俺やってるわ。トモ、長友お前何したの。強引、殴らないでって何。殴って彼女作ったのお前。これ待って、セーブするわ。これどっちだ。これシラを切るか、シラ切るか、思い出せない。これどれ選んでもおしまい。あ、来た。ああそうだ、全部思い出した。え、僕には彼女なんかいない。え、僕は仕事帰りにたまたま見かけた女性に一目惚れをした。彼女の容姿は僕の理想だった。何としても彼女を自分のものにしたいと思った。おい、やばい思想の持ち主じゃん。え、これトモの方がやばかったってこと。結論、トモがおかしかったってこと。だから彼女を自分の部屋に監禁したんだ。何言ってんのこいつ、やばいって。一緒に暮らしてみて分かった。彼女はズボラで料理も下手で僕の理想とは程遠かった。だから僕の理想の彼女になれるよういろいろ教えてあげたんだ。痛い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 、ごめんなさい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 、ああああああ、え、許してほしい。え、笑ってるよ。何これ。絶対に許さない。え、エンドに報い。そう、さっきはここで電話をかけてお前彼女いるって話してたろって言ったんだよ。だからここ電話はかけない、あえて。で、どう、電話をかけずに行くと、はいはい、普通にまた家に戻ってきて、はいはい、彼女が待ってます。今日は何食べたい。はい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 。あれでもさっきと一緒だな。これだ、大丈夫か。あれ、思い出話をするようになった。あ、なんかちょっと違うかも、セリフが。苦手な人は苦手なんだけどね。私が変われたのはトモくんのおかげなんだよ。どうしてかって。それは言えません。だっていいよいいよいいよ、変わった変わった変わった、流れが変わってきたぞ。え、でもあのエンディング1だとこの友がこの女の子を無理やり拉致監禁してとんでもないことした男って今なってるよ。今とんでもないよこれ。友くん、もしかして泣いてるの。なんで泣いてんのお前、サイコパスにも程があるだろ。思い出してるんじゃないのかな。え、え、怖い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 。え、これさっきと同じパターンじゃない。ちょっと待って、一回セーブしよう。これも思い出した。あ、なんか違うルートが。楽しかった思い出、そして、え、病気、全部思い出してしまった。何病気って。びっくりしたよ。いるはずないって分かってて自分でもバカだなって思いながら、トモくんの住んでた部屋の前にいたら帰ってきちゃうんだもん。え、どういうこと。私のこと忘れちゃってるし自分のことも。あ、何これ。最後に私に会いに来てくれたんだよね。ありがとう。僕は何も言わずに彼女を精一杯抱きしめた。一人にしてごめんね。僕がいなくても強く生きてね。今までありがとう。全部の気持ちを飲み込んでただ彼女を抱きしめた。苦しいよ、トモくん。彼女は笑っていた。
むしろ僕の方が泣いてしまっていて、やっぱり僕の彼女はすごい人だなと思った。翌日、彼女の姿はもうアパート前にはなくて、僕は少しだけ寂しい気持ちになった。はじめまして、僕の彼女。病気ってなんだ？あ、これトゥルーエンドじゃない？あ、トゥルーエンドっぽい。え？なんかよく分かんなかったな。病気ってどういうことだ？あ、なんか続きある。軽快な音楽に衣服の擦れる音がひどく耳に響く。これらに違和感を感じる時点で、きっと私は場違いなのだろう。目の前では職場の同僚が男性の話を聞き、声を上げて笑っている。私は彼女たちに誘われ、同年代の男性との食事会に参加していた。あ、これあれか？彼女目線。この場に馴染んでいて、自分の地味さがより際立ってしまう。数合わせだということは最初から分かっていた。私は一人、ちびちびとグラスに入ったお酒に口をつけながら、賑わう同僚たちの様子をぼんやりと眺める。すると彼らの中に、誰とも話すことなく一人お酒を飲む男性がいることに気づいた。仲間意識からだろうか。私は彼の隣の席まで移動すると、そっと声をかけた。あ、退屈ですか？あ、飲み会？声を聞いた彼が私の方を向く。まあ、はい。病気って何なんだろう？彼は興味なさげに返事をする。その仕草が生きづらそうな表情が私によく似ていて、思わず笑みがこぼれてしまう。私もちょっと退屈で、だからよかったらお話ししませんか？はあ、まあいいですけど。あの日、不器用な私のつまらない話を、私よりも不器用な君は懸命に聞いてくれた。うわー、いいな、素敵な出会いだな、これ。あの日の出会いを、君との日々を。私が忘れることは決してないだろう。私は君との思い出を忘れないまま幸せに生きてみせる。だからどうか君も忘れないでほしい。君のことをどうしようもなく大好きな君の彼女がいたことを。やっぱ忘れちゃうんだ。エンド6、君の彼女だって。病気？なんかあれか、時間が経つと記憶喪失になってしまうみたいな、そういうパターンの可能性あるな。あー、だからこれあれか、彼氏の記憶がなくなった後の彼女の気持ちってことね。ちょっとこれもう一回見ていい？ OK、 これで電話をかけて、で昨日のことを話すルートがあったと思うんですよ。今度話さないルート。そういえばこの間仕事でたまたまお前の住んでるアパートの近くを通ってさ、部屋にいるならちょっかいでもかけてやろうかなって。時間は確か22時くらいだったかな。そうそう、部屋の明かりが消えてたから、また残業でもしてるんだろうと思って帰ろうとしたらさ、20代くらいかな、女の子がお前の部屋の前をうろうろしてんの。お前のくせに、いつの間に可愛い彼女作ったんだよって。くせには余計か、すまんすまん。で気になったから声かけたんだよ。あいつなら多分まだ仕事ですよって。そしたらその子逃げるようにアパートから出て行っちゃってさ、挙動不審というか、思い返してみればだいぶ怪しかったなって。見た目？うん、10日以上も前の話だからな。あー、でも結構ラフな格好だった気がする。髪の毛結構短かった気がするけど、何か思い当たることでもあるのか？もしかして普通に知り合いだった？これなんだろう、これまたさっきと同じパターンになっちゃうかな。これ今日も遅くまで何食べたい、はい、数日経過した、顔を出すようになった、納得いった、はい、ここまでは別に あ、なんかちょっと違うかも。ホラー作品なんで、私が無理しなくていいのにって言うとムキになっちゃってさ。ギャンブル？全然だよ。トモくんお酒飲まないし、タバコも吸わない。かなりの優良物件。あ、でも一度だけ職場の人とキャバクラに行ったことはあったよね。
え、付き合いだから仕方ないんじゃないかって。うわ、あの時と同じわけな、なんだこれ、記憶喪失ってなんだ。きっと全て作り話ではなく現実になったこと、このままでいいのではないかと思ってしまう。もしかして何か思い出せた？あ、これまた別の思い出せたルートだな。これ思い出したにするか。嘘、思い出してくれたんだ、ありがとう、嬉しい。え、なんだろう、嬉しそうに僕に話すんだ。彼女は決して未来の話をしない。え、過去にとらわれている。そのことが煩わしくて僕は嫉妬で頭がおかしくなりそうだよ。は、どういうこと、過去を生きる。じゃあこれ思い出せないパターン。え、思い出しやがった、なんで。そういえば目の前の彼女は喜ぶんだろうか。最初は人助けのつもりだった。だけどいつの間にか彼女の優しさに、居心地の良さに甘えてしまっている自分がいた。たとえ彼女の優しさが僕に向けられたものではないとしても、こんな関係はきっと長くは続かない。いつか必ずボロが出る。そうなる前に。は？なんかやばいこと言ってない？だって彼女が話す思い出の中の彼は、麻生長友は僕ではない。え？あの日の夜、全く知らない女の子が僕の部屋の前にいた。彼女を無視することも、事情を聞いてから帰ってもらうこともできた。でも僕はそうしなかった。彼女を受け入れて彼女の望む誰かを演じた。どうしても放っておけなかった。あの日の彼女は抜け殻みたいに空っぽで、今にも死んでしまいそうだったから、ここで引き止めないと取り返しのつかないことになる、そう思った。気づいてたか。で、そりゃそうだよね。あー、彼女の中の彼氏は麻生長友です。でもその麻生長友っていう人物は多分もういないんだ、この彼女にとって。で、その麻生長友っていうのが住んでた場所が同じマンションで、彼女はその亡霊にとらわれてるから未来の話をしないんだ。だからもういないからね。で、今自分とその麻生長友という姿を見比べて彼女のふりをしてるわけだ。はいはいはい。私の彼は、ともくんはこの部屋、やっぱりね、彼との時間はとても大切で私は幸せだった。なのに彼は病気で私の前からいなくなってしまった。そういうことか。彼のことを忘れられない私は、彼との思い出を振り返るようにこの場所に戻ってきた。そこにあなたがいた。私は見ず知らずのあなたを彼の代わりにしようとしたの。でもごめんなさい、あなたとともくんは全然違くて。そうだよね、誰かの代わりなんてもの最初からあるはずないのにね。なるほど、ありがとう。あなたのおかげで気持ちの整理ができた気がする。はあ。ただ眺めていた。翌日の夜、仕事が終わりアパートへ戻ってきた僕は玄関に目をやる。もういないんだ。彼女は前を向けたんだろうか。彼女が変わろうとしていることが嬉しい反面、少しだけ寂しい気持ちになった。はじめまして、僕の彼女。あー、終わり方が2パターンある。多分最初はエンド6の方は多分本当に麻生長友だった時の彼女の記憶だったんじゃないかな。で、こっちは麻生長友じゃなく別の誰かに、その様子を、姿を映し出した彼女の妄想ってわけじゃないけど、その現実を乗り越えるための彼女の行動。あの不思議な出会いから数年が経過していた。僕は生まれ育った町を離れ都会で生活をしている。人混みや騒音で忙しいこの場所にはまだ慣れないけど、僕自身あの日を境に少しだけ変われた気がする。交差点を歩いていると懐かしい後ろ姿が目に入った。僕はためらうことなく彼女に声をかける。あ、あの時の彼女だ。はい、よかった、こっちは生きてるわ。驚いた表情を見せる。久しぶりですね。なるほど、麻生長友じゃない自分と向き合ったバージョンの彼女ってことか。あの人はまるで別人で、どうして声をかけてくれたんですか。彼
彼女にとって彼は特別で、僕は彼の代わりになんかなれやしない。それでも今からですか？いいですよ。そういえばまだお名前聞いてませんでしたよね。確かに自分の名前わかんないね。あ、そっか、私も確かにお互い名前わかんねえわ。ふふ、なんか変なの。僕らは出会ってしまったから、僕らには明日があるから、たまには過去を振り返りながらでも前へ進もうとする彼女の姿をそばで見ていたい。じゃあ改めまして。はじめまして、僕の彼女って言うんでしょ。あなたの名前を教えてください。エンド4、はじめまして。なるほどね、こっから僕の彼女になるパターンってことか。なんかこっちの方がいいね。こっちの方が昔の彼を乗り越える彼女とかも見れるルートかもしれませんねっていう感じがして、私は好きな終わり方ですね。僕の病気って何だったんだろうね。あれは結局麻生長友だったのかな。みんな分かったわ。エンド4が本当の主人公とこの彼女の道のりというかやり取りを表した終わり方で、でエンド6がその麻生長友と付き合ってた彼女の時のやり取りっていう感じってことですね。分かった。だから最後のエンド6で抱き合ってたのはもう病気で亡くなっちゃうことが分かってて、最後に彼女に会いに来て元気でねと、僕がいなくなっても強く生きてくれと。だからその最初病気っていうのがなんか記憶がなくなる話かと思ってたわ。エンド6を先に見てしまったがゆえに麻生長友という人物が主人公だと思ってたから、なんだこの病気はって、なんか記憶がなくなっちゃう病気なのかなみたいな風に思ってたけど、本当にもうなくなっちゃったんだね。そういうことか。それはちょっと心にくるわ。だからこの彼女の表情はね、もしかしたら最後の別れを終えた後なのか、彼氏が病気で亡くなってしまったね時の彼女の表情なのか、もう僕たちのね表現の自由というか思いの自由だと思うので、ぜひ皆さんもこのゲーム遊んでみてはいかがでしょうか。それでは今日はこれで終わりたいと思います。バイバーイ。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。また概要欄の方に Twitter と TikTok のリンクの方も貼っていますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。